今回ね、私のこうコーチングに関するお客さんに実際にさやさんに会いに行ってほしくて。いいですよ。どんなことをやられてるのかっていうことがあんまり分かってなかった。その受けられたコーチングってどんな感じで進められたんですか。林さんのその雰囲気っていうのは独特で、いやーコーチングのセッション中のクライアントさんから見た林さんの姿っていうのもなんとなくイメージ湧いたんですよね。